大型ショッピングセンター。正式名称はガーラダウン。青森ウエストモール。地域住民からはガーラと言われている。青森市有数のショッピングセンターの一つであり、青森西バイパスの中心となるショッピングセンターでもある。2000年にハイパーモール、ジョイシティとしてオープン。キーテナントはジョイフルシティ南であった。しかし、ジョイフルシティ南を運営していた カメヤ南チェーンが2001年に経営破綻し、同年末、開業からわずか1年で閉店した。その後、1年6ヶ月もの間キーテナントがいない、状態が続いた。2003年に店舗を地元企業の宝来商事が買収、現在のキーテナント、前田になったのと同時に、ガーラタウンに改名した。テナント構成にまとまりがなく、あまり魅力的ではなかった。 ジョイシティ時代に比べて、来客のニーズに応えたバランスの良いとなんと、構成により、安定した客数を維持している。キーテナントの前田の食品売り場では、前田発祥の地である下北の強みを生かし、新鮮な魚介類を揃えている。また、不定期に、マグロい対象を行い、新鮮なマグロの試食を振る舞ったり、目の前でさばいたばかりのマグロをそのままパックして、販売したりする。 ガーラタウンコーナイズ、ガーラとはラテン語でお祭りや晴れという意味の言葉である。ガーラタウンのロゴの G は津軽三味線の弦をイメージしたものである。ありがとうございます。